フランスカフカカフ前回の続きからです「私のおいはこんなふうに見られているんですよ」と彼はもう一度祝いの言葉を受けたいと思っているかのような調子で話を結んだ。 カフはこれででどうう。なるのでしょドッカルルはおじの最後の言葉が済むと尋ねた彼は自分の新しい立場では何でも思ったことを言ってもいいのだと考えた「カフはあれにふさわしいようになるだろう」と上院議員は言った「それに船長さんが良いと思われるようになるだろうよもうカフのことは十分だし」 十分すぎると私は思うねここにおられる皆さんもきっと私のこの意見に賛成されるだろう。正義に関する件においてはそんなことは問題じゃありません。とカルルは言った彼は叔父と船長との間に立っていたがおそらくこのような立場に立っていることに影響されて決定を自分の手長に握っているように思った。 それにもかかわらずカフはもう自分のために何も望んでいないらしかった両手を半ズボンのバンドに突っ込んでいた彼が興奮して動いたためにそのバンドは模様のついたシャツの片端と一緒に外へ見えていったそんなことは少しも彼の気にはならない彼は自分の悩みをすっかり訴えてしまったのだから自分が身につけている 一つ二つのボロを見られたって構わないし追いい出されたって構わないのだ。ここでは海峡の一番下の球児とシューバルとの2人が自分を追い出すというこの最後の行為を果たしてくれるものと彼はすっかり思い込んでいったそうすればシューバルは気が落ち着くだろうしもう会計書人が言ったように絶望なんかすることはないだろう 船長はルーマニア人ばかりを雇うことができるだろう。船中どこででもルーマニア語が話されることになるだろう。そうすればおそらく一切がもっと良くなるだろう。家父が会計家でおしゃべりすることはもうないだろう。ただ自分の最後のおしゃべりだけをかなり懐かしい思い出のうちにとどめることだろう。なぜなら上院議員がはっきりと断言したように、 自分のおしゃべりがおいを認知する関節のきっかけとなったからだところでこのおいはさっき何度も自分のために役に立ってくれようとしただからおじとの再会に際して自分が役に立ったことに対する礼はもうずっと前にあらかじめ済ませてあったようなものだそこでガフには今何かを。 カルルから要求するなどということは全然思いつかなかったそれにカルルが上院議員のおいであろうと到底船長ではないのだところで船長の口からは最後にひどい言葉が吐き出されるだろうこんな自分の考えを追ってカフは実際にもカルルの本を見ないように努めていたが残念ながら自分の敵だけがいるこの部屋では カルル以外に彼の目を休める場所がなかった事態を誤解してはいけないねと上院議員はカルルに向かって言ったおそらく正義に関する問題であろうが同時に規律の問題でもあるのだ両方ともそして古都に後者はここでは船長さんの判断に任されているのだそうだ とカウがつぶやいた。それに気づきそれが分かったものは奇妙な微笑を漏らしただが船長さんはその上ちょうどニューヨークに到着したばかりで信じられないくらい黙っているに違いない公務を持っていられるのだよだからもう私たちが船を去る潮時だ余計なことをしてまだ何か全く不必要な首の突っ込み方をやって。 2人のの機関士のつまらぬ喧嘩を大事件ににしなな。いためにだなともかくお前のやり方はすっかりわかる。だがそれだからこそ急いでお前をここから連れ去る権利が私にあるというものだ。すぐあなた方のためにボートを降ろさせましょう。と船長は言った。彼らルルが驚いたことに疑いもなくお父の自己謙遜とみられる言葉に。 ほんのの少しでも意をを立てることをやらないのだ。会計主任は慌てて書き物机のところへ行き船長の命令をボート係に電話で伝えた「時間が迫っているんだ」ドッカルルは自分に言い聞かせた「でもみんなを侮辱することなしでは僕は何もすることができないぞ」だが今はおじがやっと僕を見つけたんだから。 叔父を見捨てるわけにいいかない船長はなるほど礼儀正しいけれどでもそれだけのことだ規律のこととなると船長の礼儀正しさも忘れられてしまうおじは確かに心からああ船長に話したんだシューバルとは話したくないあの男に握手の手を渡したことも残念なくらいだそしてここにいるその他の連中はみんなクズだ そしてこんなことを考えながらゆっくりとカフの方へ歩いてゆきその右手をバンドから取って自分の手の中にもてあそびながら収めていった「どうしてあんたは何も言わないんです」と彼は尋ねた「どうしてみんな黙って受け入れているんです」カフは言うべきことをどう言い終わらせたらいいのか探しているように額に皺を寄せた。 「それからカルルの手と自分の手の上に目を落としていった」「あんたは不当な扱いを受けているんですよ。この船の誰よりもね。それは僕もちゃんと知っているんだ。」そしてカルルはカフの指の間に自分の指を差し入れたり抜いたりした。カフの方はいくら喜んだって誰も自分のことを悪く取ることがないだろうと思われる歓喜に襲われたように。 輝く目で周りを見回しているでもあんたは自分の身を守らなくちゃいけないイエスとノートをはっきり言わなくちゃいけないんですよそうでないと人々は真相が全然わからないんだから「僕の言うことを聞くって約束してくださいよ」だって僕自身はいろいろな理由からもう全然助けてあげることができないだろうと思うんです。 それから、カルルはカウの田に接吻しながら泣いた。そして、ひびだらけのほとんど血の通っていないような。その手を取って、自分の両方に押さえつけた。まるで思い切らなければならない宝のようだった。ところが、叔父の上院議員が彼のそばへ来て、強制の様子はほんの少ししか見せなかったが、彼を引っ張っていった。 カフがお前の心に見入ったらしいね。とおじは言って意味ありげな面持ちでカリル,ルの頭越しに船長の方を見合ったお前は一りぼっちだと感じていたんだその時お前はカフを見つけたんで今はあの男に感謝しているんだそれは全く関心なことだよでももう私のためにあまりやりすぎないようにするんだお前の地位を理解することを。 学ばなければいけないぞドアの前で騒ぎが起こった叫び声が聞こえまるで誰かが乱暴にドアへぶつけられたようであったいくらか荒れ狂った様子で一人の水 w が部屋に入ってきたそして女長のエプロンを体に巻きつけていった「外にたくさんいますよ」とその男は叫んで まだ人混みの中にいるかのように肘であたりをつつくような格好をしたとうとう正気に帰って船長の前で敬礼しようとしたが女中のエプロンに気がつきそれを引き剥がして床に投げ叫んだ「まったく不愉快だ女中のエプロンなんか巻きつけやがって」だが靴のかかとを音を立てながら合わせ敬礼した誰かが笑おうとしたが 船長は厳しい口調で言っただいぶいい機嫌のようだね誰が外にいるのかね私の証人たちですとシューバルは歩み出しながら言った彼らの不穏等な振る舞いはどうかお許しのほど水夫たちは後悔を終えると時々強人のようになるんです すぐ中へ入れれてくれと船長は命令しすぐ上院議員の方へ振り向くと親しげに「だが口早に言った」「上院議員さんどうかおいごさんとご一緒にこの水符の後をついて行ってください。この男があなた方をボートへご案内します。親しくあなた様とお知り合いになれまして大変嬉しくまた大変光栄であることを」 まず最初に申し上げなければなりませんいずれ近く機会を得ましてアメリカの商戦事情についての私たちの中断されました話をまた取り上げることができますように望みますその時もまた今日のように愉快なやり方で中断されることを望みます今のところはこのおいで私には十分ですなとおじは笑いながら言って ご親切に心からお礼申し上げたいいと思います。どうかごきげんようそれに全くありえないことではありませんが私たちはここで彼はカルルを心から抱きしめた次のヨーロッパ旅行の時にはおそらくかなり長い間あなたとご一緒になれるでしょうそうなったらどんなに心からうれしく思うことでしょう と船長は言った。2人の紳士は互いに握手し、カルルはまだ黙ったまま、ちょっと船長に手を差し出しただけだった。というのは船長はもう15人くらいの水夫たちにかかりきりになっているのだった。彼らはシューバルの指揮下にいくらか当枠はしていたが、音高く部屋に入ってきたのだった。水は上院議員に、 お先に失礼しますと言って彼とカルルとのために人混みを押し分けた二人はお辞儀する水夫たちの間を通ってたやすく出て行くことができたとにかく善良なこの連中はシューバルとカフとの争いを冗談でその滑稽さが船長の前でもやまないのだと考えているらしかったカルルは彼らの間に 料理場の女の子のリーネを認めたがこの女はカルルに向かって陽気にまばたきの合図をしてよこしながらスイフが投げ捨てたエプロンを体に巻きつけていったそれは彼女のものだったのだそのスイフに続いて2人は事務室を出て小さな通路へ曲がっていったその通路を行くと12歩で小さなドアの前に出た そこから短い階段が彼らのために用意されたボートへ通じていた案内役のスイフはたちまちひととびでボートの中へ飛び降りたがボートの中のスイフたちは立ち上がって敬礼した上院議員がカルルに用心して降りるようにと戒めるとカルルは一番上の階段の上で激しく泣き出した 上院議員は右手をカルルの顎の下に当て左手でしっかと自分の体に押し付けて彼の体を撫でたこうして二人はゆっくり一段一段と降りてゆきしっかと抱き合ったままボートに入った上院議員はカルルのために自分の真向かいにいい席を探し出した上院議員の合図で水夫たちは本線からボートを突き放し すぐ力いっぱいに漕ぎ始めた船から12メートル離れるや否やカルルは自分たちが今会計課の窓が向いているそばにいることに気づいた3つの窓はどれもシューバルの商人たちに閉められており彼らはひどく親しげに挨拶し合図していたおじさえもとうした 一人の水夫は規則正しい小グ手を休めないままで投げキスを送るという芸当をやってみせた本当にカフなんかもういないかのようだったカルルはおじの膝に自分の膝をほとんどつけんばかりにしておじの目の内をじっと眺めたこの人がいつかあのカフの代わりになることができるだろうかという疑いが 彼の心に怒った。叔父の方もカルルの視線を避けて彼らのボートを揺さぶっている波の方に視線を投げていった。